平野市用ダンス動画が825万回再生を突破。アーティスト活動の展開は10月以降か。平野市用初のダンス動画が大反響元キングプリンスへのメンバーである平野紫耀が8月27日に自身のインスタグラムに初めてのダンス動画を投稿しました。この動画は現在825万回以上再生され、 4万8000件以上のコメントが寄せられています。動画では、上下スウェットにキャップ姿の平野が楽しそうに踊る姿が映し出されており、他の力というキャプションが添えられています。また、神宮寺雄太が撮影者だと示唆するコメントを残し、平野もこれに対し好意的な返答をしています。 この投稿には多くのファンから熱烈なコメントが寄せられており、ダンス動画を見れて嬉しい。早く平野に会いたい。などの喜びと期待が伝わってきます。同動画は29日午後2時現在で825万回再生を突破し、コメント数も初投稿時に寄せられた書き込み数に迫る勢いとなっています。 ダンスは厚志氏による振り付けか、この平野のダンス動画は、ダンサーの厚志氏による振り付けであるとされています。厚志氏は自身の SNS で、最高にかっこいい、ありがとうございました、と平野に感謝のコメントを残しています。 また、厚志氏のインスタグラムには、同じ振り付けで複数のダンサーが踊る動画が公開されており、平野ファンからは、コラボが見たい、といった声が上がっています。株式会社氏、用は平野氏用の個人事務所平野氏用に関する話題は彼の個人事務所に関するものも多くあります。7月7日に発表された、 飛ベ入りの後、7月18日に株式会社使用翌19日に株式会社愛という新しい会社が設立されたとの報道がありました。両者もに平野がかつて通った愛知県名古屋市のダンススクール、ハンクキットと住所が一致していることから、ファンの間では平野と神宮寺の個人事務所との見方が強まっています。 さらに、平野の弟リックさんが代表を務めるアパレル会社、株式会社 RM ブラムも同じ住所に登録されています。これまで一部週刊誌では、平野の個人事務所に神宮寺も所属するとの報道がありましたが、もし、株式会社愛が神宮寺の個人事務所であるならば、話は新たな展開を迎えることになります。 また、株式会社仕様には平野の母親も取締役として名を連ねているようであり、今後は母親の意見が平野の活動に影響を与える可能性もあります。平野氏洋本格指導は10月以降が戸部所属から1ヶ月半ば以上が経過し、平野の音楽活動がまだ開始されていません。 一方で、元金プリのメンバーであるキシ太タのジャニーズ事務所退所後の動向についての報道もありますが、平野に関しては、韓国の大手プロダクションであるハイブコーオッーのソロデビューの話もありましたが、平野は人牛児やキシと共に飛べを選択したとされています。そのため、平野の音楽活動はおそらく10月以降に本格的に始動するものと見られています。 多くのファンが待ち望んでいた平野のダンス動画が大きな反響を呼んでいます。この反応から彼の飛べでのアーティスト活動も安定して展開されることが期待されます。平野氏、洋ファンの期待に応える未来へ平野氏洋の動画投稿は彼のファンだけでなく多くのメディアや業界関係者からも注目を集めています。 彼のダンスは独特の魅力を持ち、その表現力は幅広い世代から支持を受けています。特に彼の個人事務所の設立については、その将来に大いなる期待が寄せられています。一方で、平野の音楽活動が10月以降に本格化するとの見方が強まっていますが、彼のファンたちはそれを心待ちにしています。これまでの経歴や彼の才能から考えると、 彼の新しい道はさらなる輝きを放つことは間違いありません。今後の平野市用に注目が集まっています。彼の新たなアーティスト活動や個人事務所の動向にファンは期待と共に見守りを続けています。彼のダンス動画の成功は彼が新たなステージで活躍する様子となるかもしれません。 平野の仕様の今後の展開について、ファンや関係者の関心は高まるばかりです。彼の才能と意欲に満ちた姿勢は、新たなる挑戦を前に多くの人々に勇気と希望を与えています。今後の彼の活躍に、ますますの注目が集まることは間違いありません。